世界の引いた国の選手でガチ対決。さあということで今回は全世界の国籍で、ランダムに国を引いていきます。まずその国籍の選手をぶち込んでいくんですけど、これ持ってる選手だけでいきます。持ってる選手だけでいきましょう、はい、持ってなかった場合は引き直しという形で、なるほど、で持ってる国が、まあ、11カ国出るまで引き続けるみたいな感じでやっていこうかなと。 OK です OK です。今からこの世界地図で国がランダムで出るようになっております。こちらのアプリ、うん、あ、開発者の筒井田虫さんです。開発者だったらさ金かかんねえと思うんだけどさ、年間契約これ1500円でちょっと機能全開放してさ、え、何これ、やらせていただけ、これ有料の、無料だと25問とかこの50問みたいなやつはできるんだけど、一番右の175ってのがこの、まあ、中の最大の国なんですけど、国籍があると。そう、本当はこれはねクイズのアプリなんだけど、そうなんですよってことですよね、はい、ただ僕らはそんなことには使わずに開発者の意図とは違う使い方をちょっとさせていただくということで、そこはすいません。で、まあ、それで引いていって、国籍持ってる国籍を絞り込んだ挙句その中の自分で入れていくと、はい、ゴールキーパーだけ最初開けといて、うん、最後の最後でゴールキーパー持ってない国が出たらとんでもないことになるってことですよ。 そこはね危ない。その組み込む順番とか、うん、誰を入れるかとかマジで大事になってくる。ちょっとバランスもね必要ということ で、ね、引きずった姿を隣の人からやっぱ組み取っていただければと思います。おい、なんで俺ら失敗してるみたいなさ未来が描かれてたよ。さあということで今回は、まあ、175カ国の国が出てくるので、まあ、これがランダムで表示されていきます。ちょっと早速まずは A さんの方のスカットから組んでいくということで、よろしいでしょうか。でこれクイズでこんな感じで出てくるんですけど、このクイズ質問スキップってやつやっちゃうと永遠になんかこの問題が残ったままで、なるほどね、なんかランダムで出てきちゃうんで、これはもう、もう適当に押していくか。いきます。オーストリア。なるほどね。選んだのはスロベニアだったんですけど、正解はオーストリアということで。オーストリアって結構いるぞ。いや、アラバとかいるわ。うわ、オーストリアいいな。最近引かない気か。あ、じゃあアラバいないのか。え、で結構いるね。誰にしようかな。え、俺普通に11人だけ。このライマーにします。はい。さあ続いて行かせていただきます。はい。はい、西サハラ。西サハラ。ないとこカットでいいか。うん。もうないとこもパパッと飛ばしていきます。うん、はい。中央アフリカ共和国。ある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 。ただ選手がいるかどうか。いなかったら引き直しだよね。うん。いるわ。マジか。ジョフレイ・コンドグビア。いたわ。俺ちゃんと育ててるし。さあ次いきます。てかキーパー引いてきてんだよ。ナイジェリア。ナイジェリア結構いるでしょ。お、いるね。ああ、誰を選択するか。どうしようかな。やっぱ地区エイズ、この地区エイズ結構強いからな。しかもまあいろんなポジションねできるってないよ。オッケー。これまだ来てなかったね。あ、セルビアか。あ、セルビアは、セルビアいいんじゃないかな。ミリンコビッチ、サビッチ、ね、サビッチいるな。ブラホビッチもいるか。いや、超迷うぞ、これ。これ悩むね。A サイド一回出てこないから。コスティッチ。コスティッチね。かしこまりました。これ来てないかもね。いきます。あ、ギリシャ。ギリシャは多いよ。あ、一人しかいない。一人でしょ。いや、俺そいつ持ってる。アナスタシオス、バカセタス。めっちゃ熱くねこれ。めっちゃ熱くねこれ。熱いわこれ。イギリス。あ、じゃあイギリス。なんかイングランドイギリスかも。あ、そうだ。てかイングランドってさ、そうだよね。え、これイングランドでいいの？オッケーです。出ないよね絶対。イングランドって多分出ないと思うんだよね。出ない。多分もうイギリスでまとまっちゃってると思う。応援で行こうかな。やば。まあちょっとこれから育てますけど、ね。いや、それは熱いな、マジか。ボスニア・ヘルツェゴビナいるよ。すげえ。ハリス・ハイダディノビッチでしょ。センターミッド、ね、おお。え、これはアメリカアメリカはね、アメリカいるよね。どうしよう、めっちゃ迷うわ。ダリル・ダイクね。そいつダリル・ダイクいるな。こちらコヌス・ムサ、はい、こちらにします。こちらコヌス・ムサ、はい、こちらにします。中国はあるでしょう。いるわ、一人いた。あ、いた。ナイス。中チェンチエ。中チェンチエ。なんか一回使ったことあるかも。中チェンチエ。おお、すごい。いや、すげえ引きだこれ。キバいね。キバいない。誰か来るか。行ってみよう。ベニヤね。そっちだ。いた。完璧だ、しかも。完璧。おい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 、マジか。さあ、つ、え、あと何人？あと一人。一人。うわ、めっちゃいいの来た。やば。うわ、めっちゃいいの来た。やば。クロス。おい待ってくれ、これは熱いわ。フランス熱いな。最悪ここでジルーもいけたのか。いやちょっと待って、俺普通に行くか。うわー来た、キリアンヌだって。まあ一応ちょっと今、うん、選んだ感じこんな感じで、ね、まあ一応ちょっと育成も最後ちょっと仕上げて、うわ後でねご紹介したいと思います。かしこまりました、はい。
では続いて私の方行かせていただきたいと思います。このまま続けちゃうと A さんの方で出たやつが全く出なくなっちゃうんで、一回リセットして。あ、いいよこのままで。じゃあおい、フランスまさか出させないよもう一回最初からいきましょうか。で、世界の国、いい、ね、世界のより大きな国を学びましょうということで、これ結構使えるな。でよかったよ、年間払ってあ、しかもなんか来てないやつだね。やっぱ本当だ、全部なさそうじゃね。ブルンジいないわ。まあでもこれいなかったら引き直しがね、数なんで。そうだね、北マケドニア通常じゃない。しかもナポリ、エリフ、エルマス、これがあるからやめらんねえよねとりあえずここ置いとくか。これセネガル来たやつ。おお、これこれもあるでしょ。ドログバ持ってないよね。ドログバ持ってない。おお、ケシエか。あ、ケシエだ、そうだそうだ。アマドディアロ、うん、ニコラペペか。いや、これはもうケシエでしょ。ケシエだね。一旦ここに、よし、今のところで2人。ガーナだったらあるな。ガーナだったらね、ちょっと期待を込めて。おお、これ熱いぞ。いるね。てかボランチ多いな、ちょっと。トーマスパーティーとアントワーヌ・セメイヨ。はいはいはい。まあこれもパーティーでしょ、まあ、一旦熱いとこ来たね。熱いなこれ。これ熱いぞ。熱いとこ来たね。熱いなこれ。これ熱いぞ。どこでもいいんじゃない。スロバキア。スロバキア。いるわ。いや、ロボスカ、ロボスカいんじゃん。え、ちょっと待って、俺さっきもロボスカ選べたってことか。え、なんで出なかったの。あれ、まあここもロボスカでしょうよ。でも結構いいメンツじゃん、うん、そうだね。うわ、熱っ、うん、うわ、熱っ、うん、ノルウェー、あいつがいいんじゃん。てか2人いんな、有名どこが結構いるの。え、セルロートもか。え、逆にセルロートを言ってるかと思ったんだけど。あ、いや俺ハーランドをさ、2人いるって言わなかった。 あとこれ腕ゴール。あー、腕ゴールか。え、ちょっと待って、センターバックいるぞこのタイミングでこれ迷うぞこれ。え、どうしよう。マリウス・ホイブラーテン、うわこれありだな。ハーランド背だ。ハーランドやめよう。ディフェンダーを取ります。ハーランド背だ。ハーランドやめよう。ディフェンダーを取ります。マリ共和国だよ。いそうなんだよな。なんかちょっといそうだね、うん、いるわ。え、ちょっと待ってよ、本当にいるよ。本当にイブビスマ、普通に有名な選手いたわ。ねえ、センターミット、またボランチで、次あれだ、俺だよね、オバメ。そうだよ、ね、オバメがガボンしてないかな。いや、怖い怖い、マジでそれ怖いわ。あ、いたわ。よーしやよーしやすっげー変な声になっちゃった今。コンゴがこの右斜め下だと思うんだよね、うん。カメルーン、熱っ、熱いよ。え、持ってるよな、俺。エトゥーいる、エトゥーが。これマティップ、マティップだ。やべえ、オナナいる。いや、キーパー引けない可能性あるからな。俺オナナ行きます。はいはい。おお、待ってきた、なんだかんだ来たよ。うわ、これどこでもいいな、これハンガリーだ。あ、ソモスライ、ソモスライか。さあ、残りは2人。新しくないこれ。モザンビーク1人いんだよ。いるぞこれ。これいるな、切ってなけりゃ頼む頼むぞ、マジで。いるわ、レニューだ。来た。いや、これ熱いね、これ熱い。お、ここで決まるか。え、エモ、え、これカナダ、カナダだこれ。いるぞカナダは。カナダはアルフォンソ・デイビスとか、ね、最後のピース誰にするか決定いたしました。あ、じゃあまあまあまあ、これで決定いたしました。あ、じゃあまあまあまあ、これでアルフォンソ・デイビスということで、最後ちょっとデイビスでいこうかなと。はい、ちゃんとね、したね、スカットの紹介をしたいと思います、はい。私のスカットこのようになりました。フォーメーション 4-2-1-3、 ショートカウンター、うん、ゴールキーパースロベニア、オブラック、はい、フォーバック左から、こちらスロバキア、え、コスティッチ、おなじみ中央アフリカ、全然振らなかったよ中国チューチェンチェ、うん、センターバックね。で、右サイドバック、オーストリア、ライマー、ダブルボランチです。左 CMF、 ボスニア・ヘルセゴミナ、ハリス・ハイラディノビーチ、右センターミト、アメリカ合衆国、うん、ユヌス・ムサ、 OMF です。ギリシャ、アナスタシオス・バカセタス、スリートップ、左フランス、ムバッペ、それ良すぎる。右ウィングですね、ナイジェリア、うん、チクウエゼ、イングランド、まあ、イギリスと出たんですけど、はい、イングランド、オーエン。なるほどね。以上でございます。私の獲得した選手、こちらでやらせていただきたいと思います。フォーメーション 3-3-1-3、ショートカウンターということで、ゴールキーパーカメルーン、アンドレ・オナンナなんかすごい形になってんだけど、ディフェンダーが3枚ということで、左サイドバックの位置にモザンビーク、ヘイミウド、そして続いてフランク・ケシエがコートジボワール、マリウス・ホイブラーテン、ハーランドなどを差し置いてノルウェーから、ミッドフィルダーが4枚、トリプル DMF
まず左、スタニスラフ・ロボツカ、ロボツカ、これがスロバキア、イブ・ビスマ、マリ。右、こちらトーマス・パーティー、ガーナです。トップ下、エリフ・エルマス、北マケドニアです。スリートップ、左アルフォンソ・デイビスがカナダで、右、ドミニク・ソボスライ、ハンガリー、はいはい、そしてセンターフォワード、ピエール・ファキオバビヤン。中入ってたな、あれだよ、申し訳ない、言いたくなっちゃってた。ガボンです。いや、スリートップ結構ね、ハマったな。オバメいたのはでかいぜ。いや、マジでかかった。たださ、マジでフランスとイングランド羨ましすぎてさ。いやー、やっぱね、しっかりやるとこも出てくんのよ。ちょっとうちそこまでのやつは出なかったけど、ただハンガリーいやカナダ結構熱いってか、ロボツカやっぱいいよね、うん、あとモザンビーク、レイニュード、まあこのあたりちょっと使って戦っていきたいと思います。はい、マイケル・オーウェン絶好調だ。え、強っ。え、ただ本当にね、向こう危険なやついるからな。ムバッペとオーウェンマジと止めないと本当とんでもない失点するなぞこれ。確かに、もうなんかボランチ3枚がさ、めちゃくちゃ頑張ろうとしちゃってる。言ってねえよ、メッシの金でギャンブル言ってねえよ。通訳のこと水原じゃねえよ。俺はあんなさ、何十億もさ、大谷翔平の口座から抜きとんねえよ。あれやばいでしょ。しかもなんかメッシで同じことやってるみたいな感じでさ、コメントあってさ、今本当にそんなひどいことある。しかもなんかメッシで同じことやってるみたいな感じでさ、コメントあってさ、今本当にそんなひどいことある。しかもなんかさ、金額が違ってましたっていうので訂正みたいなの入ったじゃん。なんか多かったよ、うん、逆に多かったびっくりしたよ。どんだけ取ってんねん、すごいよな。え、強っ。今バカセタスちょっとやばかったな。誰、応援誰やねん。そこかい、なんでやねん。うまっ。いや、マジか。さあ、マリ代表てかさ、イブビスマ、これ結構強いよね。強い、普通にいいんだよね、能力、うん、あのね、スキルが少ない、4個ぐらいしかない。あ、そういうこと。でも能力バカ強くね。トーマス・パーティーはパーティーガーナだっけ。ガーナ、チョコレートの。チョコレートの。だから俺今回アフリカの国の選手多かったかもしれないな。いや、え、ヨーロッパ少なかったかも。くそ、あぶね。ナイス。何今の。やばい、これ押し込まれるぞマジで。うわー、この中国代表、あいつ勝てえからな。チューチェンチャンチェ、ディフェンスセンス高いし。だから早い、嘘、いいよ。オバメ、チュクレーゼも結構いいんだよね。うん、強いよね。うん、うわ、もう今はオバメより足速い選手たくさん出てきちゃったからな。本当だよ、あの頃はあんな速かったのに。めちゃ抜け落としてんな。ロボチカ、ロボチカ、もう噛んだみたいになってるから。他のなんかロボスがあんま強くなかったんだよな。いいえ、あ、ナイス、危ねえ。今弾いてドーンじゃないの、今の。今ちょっと危なかったな。あ、そっか、ベルディ。来た。うわ、真ん中。いや、ああいうのシェフチェンコとかだったら蹴り分けんだけどな。しかもあの距離で神コースぶち込むから。そう、そこなんだよね。浮かしてね。浮かして神コースぶち込むんだよね。ロボキ、まあ、おい、本当にちょっと赤ちゃん言葉に聞こえてる。あれ、神谷さん、そんな噛むような言葉言ってたっけ、今まで。性癖やばいな。おい、そういうこと、赤ちゃんプレイってこと。いや、だってロボスカだけだからおかしいんだよ。お、来た。うわ、マジ好き。オナナいいね。うわ、さあ、カナダからこいつ誰だ、どこだっけ。エルマス、あーで、マリ、そしていいノルウェー。うわっ、マジか。すげえ、ちょっと抜けねえ、あいつちょっと富安ぐらいの理不尽感感じるぞ。いや、結構やばくない。赤ちゃんプレイ気になるわ、本当に。カメラさん、取り直した方がいいぞ、さすがに。赤ちゃんプレイ来んだよな、やばい危ね。
うわやばい。いやーもったいな。ナイスナイス。いや悪くはねえな。ただ結構打たれちゃった。いやオナナが良かった。いやそこすら良かったな。いやただ変えらんねえなこれ。守備崩れるのが一番怖い。うん、いつあいつらが攻めてくるか分かんねえ。こいつらこいつらやば。もうマジオマメが遅く感じるもんな。なんかうわマジか。おおナイスヘイニード。これだから多分カビラさんレイニードの子供ヘイニードってさ言い名前あ間違った言っちゃったから今シーズン間違った、ね、絶対さカビラさんぶっちゃけウィーレン知らないよね。いや知らないと思う。絶対やってないもん。やってないよね。 OK。 あー待て言ってるわ。まあこれもう気にしてても仕方ねえか。もうずっと言うもんな。いや気になっちゃうよ。いや抜けない。ライマー結構きついな。ライマー強い。であとあれチョウ。チョウああだねチョウが一番やべえ。いいよチクでも普通にディフェンスは頑張ってんだよな。なんかよくぞまあオーウェンとムバッペを抑えてるわっていう。てかやっぱライマーやべえ。そのスライマジでいいわ。オッケーオッケーオッケー。あいい展開ですね。うわオフサイ。え来た。それはやばいって。あいつは無理だって。外したよ。逆にダブルタッチで体勢直してシュート行こうと思ったんだけどな。あーそういうこと。当てられそうだったから。なんかダブルタッチ後の方がなんかパスとかも通りやすい気がするんだ。チョス。オッケー。おお。やばい。来た。いいよ。来た。マジか。エリフ・エルマス。マジかよあれ。まさか決めんのこいつかよ。しかもまたみたいなとこ行かなかった今。ほら。まただ。うわでかっ。このゴール。マジで。オッケー。いいやっぱいきなり。うわうわうわ危ねえ。いいよビスマが意外と守んねえ。あイブビスマ。イブビスマでもどこに置いてる。ボランチ。ボランチ。トーマスパーティーの方がしっかり守ってるから。確かにトーマスパーティーめちゃくちゃいいね。あとチクウエゼいいな。怖いんだよな。やばい。やべえ。パス出しちゃったよ。なっ。ナイスナイス。だよ今の。みんなめっちゃ守ってんぞ。お。やばい出しちゃった。やばい。いやーパスじゃなくていいのにシュート。危ねえ今の危ない。やったわ今の。てかもうやばいわ。まだチャンス。ちょっとちょっと。おじゃおとめ。ミスってるよ。よっしゃしゃ。いやなんか久しぶりにオーブンで決めた気がするわ。中国代表やったわ最後に。これこれはやったクリアしろよマジか。うわうわチクイズ疲れた。いやーただまだあるからな。おいそっちにかい。ヘディングでいってえおわあぶねーやばい。やべえ裏めっちゃいかれるわ。へへへへあダメかもちろんもちろんもちろん頼む。世界から集めてきた生たちよ。OK撃て。やばやらかすなよ。撃てよ。オッケー。え二分か。そう最後までチェンチェはやばいな。あオッケー。しかやったこれ勝ったか。よしいやなんとか無難ペと思うね耐え切ったぞマジか。危なかった。
あぶねえ。マジかよ。いや、あとはオナナがやっぱ頑張ったな、セーブ。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。そう。